いやしょ、来週のベストで今日もやっていくんですけど、今日はね、元祖ペッカ工場やっていきたいと思います。もうね、一番最初に生まれたね、初期の方ですね。で、あんまできて、そのなんか、一番最初に生まれた方からね、どんどん改良されていって、だんだんね、その改良されていくものなんで、初期にね、あるペッカ工場が、強い、まあ、初期にあるデッキがですね、一番強いってことはね、めったにないんですけど、このペッカ工場ね、ずっと生きていて、今もね、マルチの上位でめちゃくちゃ使われています。結局ペッカブームが来ているんでね、ペッカ強いままということでね、元祖ペッカ工場を使っていきたいと思います。ということで、マルチ行きましょう。ひぇー、まあ、昨日はね、ちょっとね、負け、おー、ほんでほんでさん来た。ハンネって感じですね。で、これはね、多分ね、ハンネって感じですね。で、お、ゴースト、何？それはそれは、びっくらですね、これは。これあれですね、サムネに、有名プロと遭遇って、使えるやつですね、これは。使っていきたいと思います。おや、これなんだろう。メガナイトかな？お、飛ばしてくれる。ってことは、よいしょ。12。おー、すごい。これね、空に弱いユニットがそこら辺に散らかってたんで、ね、とりあえず、ぶっ散らかしておきました。あー、メガナイトかー。渋ミンゴだなー、さすがに。いや、これあれなんですよね。トリトンがさ、やっぱ鬱陶しいんですよね、結構。よいしょ。はい。これはポイズンかな、さすがに。さすがにあいつ見逃すとね、痛い目見るんで。で、これね、工場とか出したいんですけど、あれなんですよね。あれなんですよ。ごぼうりがあるから、出せないんですよね。はい。同じようにセパして、まあ、ワンチャン来るかなっていう感じなので、なるほど。で、まあ、これトリトンとかかな、ここで引き出せるのは。お、ごぼうり来た。ラッピーって感じなんで、ここは、エレックとかやっといて、これで、あと1枚ぐらい切ってから、あー、トリトンか。ってことは、ポイズンでいいですね、これは。よいしょ。で、ここは、俺がエリクサを使ったので、防衛のターンですね。まあ、セパ、おお、セパしない。珍しいタイプですね。よいしょ。おーほほほー。で、まあ、これの防衛がね、ちょっと大変だと思うんで、これにね、ケツペッカで縛いていきたいと思います。よいしょ。これザップかな。はい。オッケー。で、これでロイフが来たら間違いなく足前にマジャツが来る構えなので、来ない。なるほど。あれはまあ、邪魔なんでね、ポイズン打っていきたいと思います。で、これゴーストとかをつけちゃいの、逆サイからの、よいしょ。よいしょ。いやー、ウトロが強い。真ん中に全部持ってかれるんですよね、これ。よいしょ。やべ。相手の思うツボだ、これ。いや。って感じで、一旦ステイですね。ここは、でもしここでロイフ来たら、マジアチが多分来るので、よいしょ、来ない。来ると思ったー。ここですね、ラスちゃん。いやー、だるいですね、非常に。お、そっち？
やめてくれ、頼む頼む、いえ、ここいけ、よっしゃ、ありがとうございます。どうですね。どうもこれはもうサムネにね使わせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、どんどんいきましょう。いやーねー、聞いてください。これ勝った後に言うのはね、ちょっとね、かっこ悪いかもしれないんですけど、あのね、ロイフグね、相性悪いんですよ、ペッカ。そのダックプリ型だったら、ロイフグを抑えるカードがあるから、いいんですけど、メガナイトとかあったらね、またロイフグバーンって踏めるから話変わる。そう。なんですけどね。うわー、ラバクロやんけ、もう。もうテンション下がるんだよな、ラバクロ見るだけで。マジで。もうね、何回も何回もこのラバクロ紹介してきた身としてはね、あまり言いにくいんですけど、ラバクロ見るとマジテンション下がるんですよね。よいしょ。え？めっちゃ許してくれる。めっちゃ許してくれるタイプのラバクロだ。よいしょー、形を作るー。これでスキアミが来るかなー。コナウィー、コナウィータイプですね。珍しいコナウィータイプ。ちょ、うれ、いやー、押せ、いらんかった今の。シャシャったわー、シャシャリが過ぎるわ、さすがに。でこれで、はい、U の出して、で次のうわーおー、ユキで守ってくる。次はね、でもそんなね、あれなんですよね。守れると思うんだけどなーって感じ。うわー、でもね、次のコバにはポイズン打っていきたい。なぜなら、端前ラッシュ、ラッシュがね、端前ラッシュゲーミングが来ると思うので、これでも、ペッカで2人すればね。で、これ、ポイント。ちゃんとね、このベビドラが散ってからやんないと、クローンしたベビドラにね、三角がね、しばかれることがね、よくあるんですよね。なんで、ちゃんとベビドラがクローンしてから、そのクローンのベビドラからね、三角で当ててあげると、こうやってギリギリ守れます。で、はい。ここら辺に出すと、まあ、スキアミが来るでしょうって感じでね。お、入った。イエーイ。よいしょ。で、持って、これはね、よいしょ。オッケーオッケー。うまいな、俺。いや、うまいっすね。間違いなく。いや、うまい。いや、うまい。いや、これ相当うまいですよ、俺。いや、相当うまい。待って、これもしかして3くらいいっちゃう？待って、いっちゃう？いかない。グッドゲームと、グッドゲームとね、押していきます。ちゃんと紳士なんでね。もうラブグロクソでしょとか言わずに、俺はグッドゲームを押していきますよ、ちゃんと。はい、ラスト行きたいと思います。まあ、元祖のペカゴジョも強いですね。やっぱマルチで使われてるだけあって。で、これのね、特徴として一応言っとくと、今ね、マルチでね、あんまりね、トリトンが使われてないんですね。うん。グラチャリとかだと、やっぱもう必須レベル。そのね、バルーンとか、ペッカバルーンとかね、そういうクロスボウとかね、迫撃とかにはあんまりね、トリトン入ってないんですけど、流行りのデッキ、まあ、ペッカだとかロイフグだとかにはね、ほぼ必須レベルで、トリトン入ってるので、グラチャルとかだとね、あんまりね、やっぱトリトンなしのデッキはちょっと人権がないかなって感じなんですけど、マルチとかだと多分レベルとかの関係でね、あんまね、使ってない人も多いんですよね。そう。ここはポイズンいきます。2枚来たんでね。で、これで、このね、ダックプリと、アイスイズ両方とかして、タワーにも数だけダメージ入るって感じですね。で、これは、ゴリ。で、これね、トリトンあったらね、もうピュッて引っ張れるから、こっちガン詰めしちゃうんですけど、まあ、ないので、トリトンないバージョンなので、ね、ちゃんと、ゴレにペッカは合わせましょうって感じですね。で、ここからですよね。アイスウィズとダックプリが入ってるってことはね、それすなわちどういうことなのかって話なんですよね。どういうことなんですかね。で、こ
こういう時はペッカの位置が決まってからなんですよね。よいしょ。このねペッカがね動いてるうちにガゴを当てちゃうとベビドラの竹が変わってガゴに振り向いちゃうんですよ。だから多分ね皆さん今までね一回は経験したことあるクラルあるあるをねちょっと言いたいと思うんですけど、ベビが何かに竹を取ったって確認してからコウモリとかガゴをね出したはずなのになぜか振り向いてくる。これねクラルあるある言いたいと思うんですけど、ないですか？ありますよね絶対。そういうことなんですよ。つまり振り向くんですよベビとかね、あいつらすぐねペッて振り向いてくるんで、ちゃんとペッカとかが今みたいにゴレをね殴ってゴレが動いてるうちはペッカも動いちゃうんでね、押されて。なのでゴレがちゃんと止まってから振り向かしてあげるとエチエチな感じになりますよって感じですね。どういうことって、どういうことって思った人もいるかもしれません。オッケー、いいよ。ポイズンが入ってない。まあいいや、これザップ打てば帳消し入ったことになります。入ってましたポイズンに。これライティングがあるんでね、これね逆サイフルブッパーをしていかなきゃいけないんですよね。要するにライトニングがあるので、よいしょよいしょ、ライトニング打たれたらもう負けなんですよ。そう、いや辛い、辛すぎる。なのでライトニング当たらない位置に、よいしょ。お、えらい、よいしょ。でですよ、俺が言いたいのは。でなんですよね。で、こいつらにポイズナーを打っていき、はい。仕事しますよ、このサンガゴが。させないようにトルネ。まあ、トルネを出したっていうのはね、美味しいですね。収穫。やばい。やばい、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 やばい。えぐ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 。やばい、やばい。あ、ダメだ、この位置にカゴ出したら終わる。ちょっと待って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 、トリトン欲しい、トリトンくれ、トリトンくれ、トリトンくれ、マジでトリトンがないと無理俺。危ない、弾に打たれたら死んでましたね。落ちんでました。ギリ左死にした。うれ、いけ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 。ね、次ね、一旦ね、280、うっ、死亡ですね、これは、さすがに。無理なんだって、これライトは。そう、で、聞いて、これ、はい、言いたいです。ゴーレム対ペッカ。いや、ペッカの方が相性いいでしょって思った人、今、鼻で洗った人いますね。ゴボレ入ってると話変わっちゃうんですよ。もう、工場がね、バジーンって受けられちゃうんでね。こういうゴレにはね、ちょっときついです。はい。ということでね、やってったんですけれども、今日はね、ペッカ工場、元祖ペッカ工場ということでね、間違いなくね、弱いことはないのでね、ぜひ皆さんね、使ってみてください。ということでね、まあ、自分のトロ隊に、まあ、例えばですけど、まあ、エリババが多いよとか、いう人はこの枠をね、ダックフルに変えてちょっと受けを強化する。だとか、あとは、まあ、ちょっとね、ガゴムレとか、多いかなって人は、このガゴの枠をね、ベビドラとか、あとは、マジアちゃんにね、変えちゃうのもありであります。はい、ってことで、今日のこの辺で終わりたいと思います。またね、昨日はね、ちょっと試合の日だったっていうのもあり、負けちゃったっていうのもありね、ちょっとメンタルブレイクしていてね、動画をね、すみません、途切れちゃったんですけど、今日からまた、負けてる時こそね、頑張って動画を上げていこうということでね、また毎日上げたいと思うんでね、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで今日も終わります。バイバイ。